今、11円取っちゃいました。もう一回やってみて。いや、なんか重いでしょ。すごい重い。さらに動きを良くしていくの、なんと足のツボ使うんですよ。え、すごい動きやすくないですか。ペンギンの動きの反対バージョンね。これ多分ペンギンできないと思うんですけどね。はい、では最初からやっていきたいと思います。まずですね、右肩で、座ります。はい、1,2,3,4,5,6 ストーン。はい、1,2,3,4,5,6 ストーン。1,2,3,4,5,6 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 ストーン。はい、反対側ですね。はい、1,2,3,4,5,6 ストーン。1,2,3,4,5,6 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 ストーンですね。はい、で、1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 はい、楽にして、で、今度後ろ側ですね。はい、1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 はい、OK で、反対側ですね。巻きつまんで、はい、1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 はい、反対側ですもんね。はい、1,2,3,4,5 はい、はい、お願いします。はい、そう、あと20秒ですね。結構きついですね。ここまで、はい、はい、これ肩よりも同じぐらいのね、高さちょっと上げていきます。肘当たってないですよ。これぐらいですね。はい、はい、行きましょう。はい、はい、きついですね。はい、OK です。はい、きついですね。はい、きついですね。ここに、はい、あと20秒です。頑張って、頑張ってください。あと5秒です。頑張って、はい、OK です。はい、じゃあお願いします。あと10秒ですね。めっちゃ姿勢良くなってます。はい、あと10秒ですね。頑張って、頑張って、きついね。動画一緒にやってる方も多分きついと思います。はい、きついですよね。頑張れ。よし、おしまいです。きつ。きついね。痩せますよ、はい、さらに動きを良くしていくの、なんと足のツボ使うんですよ。え、すごい動きやすくないですか。ペンギンの動きの反対バージョンね。これ多分ペンギンできないと思うんですけどね。はい、もうなんかちょっと触ってみて、うん、シュッとします。取り締まった感じが、はい、あったかいですね、腕が、はい、うん、で今こう腕をこう外にして、そっち側の手こうやって上げてみてください。こっちですか。はい、今ね、これで11円ちょっと取ってみましょう。両方取っちゃいますね。はい、はい、今11円取っちゃいました。もう一回やってみて。いや、なんか重いでしょ。すごい重い。はい、重いですよ。はい、だから11円をですね、できたら貼ってエクササイズしてください。他の YouTube の動画でいっぱいね、こうエクササイズ系ありますけども、11円と軽楽で筋肉を刺激しながらやるっていうストレッチはもう他にないと思います。
だからこれを一緒にですねやるとむちゃくちゃ効果的なので、なんなら他の YouTube の動画を見てるときもですね11円を貼っていただくとすごくいいと思いますね。でこの11円で使う方法っていうのはいろんな、ね、僕動画で上げてますので、まあ、またチェックしていただいてですねやっていただけたらと思います。やばいですねこれね。はい、はい、では1週間頑張ってやっていただけたらと思います。今日はここまでです。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。11円貼ってね。さらに動きを良くしていくのなんと足のツボを使うんです。え、すごい動きやすくないですか。